いよいよ来た方になりますね、もうしばらくお時間がありますので皆さんと一緒に過ごしていきたいと思いますが、さて先ほど最初にご紹介しましたニーツからのプレゼント、じゃじゃーん、ニーツにはゼロ番線商店街という場所がありまして、今日はですね商店街の皆さんもスタッフとして一緒に乗ってくれています。これからではこの車両で行われるじゃんけん大会のやり方をご説明しましょう。簡単です皆さん、もう準備できてるね。パー出すよパーではですね皆さん、私と一緒にこうじゃんけんをしていただきます。そして私に勝っていただいた方ね、何回かじゃんけんしていきますけれども、5名様に素敵な、景品がございます。その5人の方にはくじを引いていただいて、まあ、どの景品が当たるかなんですけれども、割り箸のご用意があります。王様ゲームを彷彿とさせるような、ね、割り箸がありますけれども、5名の方にはこの割り箸を引いていただいて、そしてこんなですねタオル手ぬぐいですよ。これどこ、すごい素敵なタオル手ぬぐいなんですけど、どこが作って、あ、村木呉服店さんが作ってらっしゃるということで ね、 あ、村木さんじゃないですか。今日ね、偶然ですかね、取り合わせていただきました。これもまた素敵な、鉄道の街に汽笛手ぬぐい、これどこですか、村木呉服店さんの手ぬぐい、ちょっとカラフルなこのね機関車の可愛いですね、この手ぬぐい、これどこ、あ、村木呉服店さん、はい、村木呉服店さんからね、手ぬぐい。そしてですね、なんと皆さんまだありますよ、扇子欲しいでしょう。あ、これはどこの扇子、村木呉服店さんあります。これはキーホルダーなんですか、スキーラップですか、ほらニーツ、ね、これあのしゃぶると味がします。箸置きとかにもできます、はい、これね、5つ景品がございますので、じゃあ私とじゃんけんもうしちゃってもいいですか。いいです、はい、若菜さんに決めてもらう。あ、わかりました、はい、あの勝った方は5名前出ていただいて順番に引いてもらう。わかりました、はい、それでは皆さん手の準備はよろしく。